すでに完成形であるプロダクトされた高級車にこういう工芸というものがどういうふうに切り口で入っていくのかなっていうのは、の面白さも感じるし、実際やる方にとってはちょっとした不安でもあり冒険でもあります。工芸っていうのはやっぱりずっと伝統的に続いてきたものであって、やっぱりこういう今新しいものにクッと入り込んでも柔軟を持って一つのものに完成していくんだなっていう感じはやってみて受け取れましたね。やっぱりこう受け継いできた技術っていうのは出し惜しみすることなく、どちらかといえば背伸びをしてでもきっちりやっていかないといけないなと思ってます。どうしても楽な方へ、簡単な方へ、パッと見いい方へって移りがちなので、そうではなくてやっぱりこう何百年続いてきた、特に僕はマーケーという技法を重きをやっているので、そういう技術をきっちり見せていきたいなと思ってます。そのラグジュアリーという言葉を聞いた時にパッと出てきた言葉がオートクチュールやったんですけども、やっぱり自分が作っているもの、そういうたくさんの 中にうずもれるんじゃなくて、おすごいなと思ってもらえるものを一つでも多く作っていきたいと思っているので、そういった意味ではラグジュアリーとオートクチュール、手作りと一品物と、そういうものがなんかこうつながるのかなと思いながら質問を聞きました。